互いに勝利が欲しい重要な一戦でした。第23節盛岡と沼津、まずは前半の6分、この畑のヘディングをキーパー小泉シャットアウトしました。右手をいっぱいに伸ばして守り切ったというシーン。続くその1分後7分ですが、ウルージャ盛岡はコーナーキックからボールを奪ってカウンター、藤沼、ここで石田にイエローカード。このシーンがブルージャーにとっての最初のチャンスでした。そしてこの後半11分です。田中翔、この日2枚目のイエローカードでレッドカード退場。このシーンが今日の試合の全てでした。コーナーキックは徳武のコーナーキック、これを小泉またもセーブ。この時間帯までは良かったんですが、その1分後です。ロングスロー、後半の18分、ヘディングで小谷のクリア、これをダイレクトで染谷が交代直後にゴールを奪ったということになります。ゴールに吸い込まれていきました染谷。そして後半の25分、青木のワンタッチのパス、ここを染谷、久保海斗が倒してしまい PK。 自ら得た PK を染谷自らが決めるというシーン。これで今日2点目、2対0とグルージャ盛岡を突き放します。そしてアディショナルタイム、最後にこの太田のゴールで試合を締めくくり、沼津見事3対0、3試合ぶりの完封勝利を収めています。